多分今日この世で一番カーテンに感謝したの橋田やと思う。今日誕生日の署名とは橋田です。引っ越しして1ヶ月ぐらいしてカーテン届いてんけど、もうこれが嬉しすぎる。光遮れとか周りから見られへんじゃなくて声が響かんくなった。マジでこれがでかい。だってリビングで声録音できるようになったもん。少し前押し入れで録音してるって動画出して案外快適って言ったけど、あんなん全言撤回やわ。暑くなるたびマジで蒸し時刻で茹で上がりそうなる。サウナダイエットのお金かからんバージョンで押し入れダイエット進めれるぐらいめちゃくちゃ汗かくんで、柱身長180以上あるから腰結構曲げて体勢がしんどい。てかなんでドラえもんは寝るとき押し入れおるんやろって思ったら、そっか、のび太くん思春期の男の子やもんね。